はい、おはようございます。おはようございます。今日は初出演のレナちゃん。はい、レナです。レナちゃんでいい？レナオで。レナオで行く。はい、はい、もうみんなレナオちゃんって言ってるもんね。はい、レナオって呼ばれてます。じゃあレナオちゃんとレナオです。2回目のアズちゃん。はい、はい、よろしくお願いします。今日はこの2人と一緒にラウンドしていきたいと思います。はい、じゃあ2人にちょっとプロフィールをね聞いていきたいと思います。はい、ゴルフ歴はどれぐらいになりますか？ゴルフ歴は1年ちょいぐらいです。1年ちょいぐらい、はい、アズちゃんは2年ちょっとです。2年ちょっと。はい、うん、初めて出た時は1年ぐらいだったのね。そうでした、去年の今頃。今頃ね。はい、はい、でベストスコアは？ベストスコアは114です。114。はい、あずちゃんは？私は90です。おお、ずいぶん伸びましたね。はい、はい、じゃあゴルフの好きなところはどういったところですか？ゴルフの好きなところは自然がたくさんあって自然に癒されるところと、あと年上の方とか普段会わない人とも共通の趣味で仲良く話したりとかするところだと思います。ちょっとしてますね。あずちゃん、思ってること同じこと言われました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ティーショットに参りたいと思います。はいはい、お願いします。お、ナイス。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫、フェアウェイ。いいじゃん、いいとこ、いいとこ。よろしくお願いします。いいよ。ほんとに大丈夫。はい、ついてきた。左に。2人はよく一緒にラウンドしてますが、はい、仲良くなったきっかけはゴルフですか？ゴルフです。あ、ゴルフなんだ。やっぱり、はい、出会いもゴルフだよね。そう、出会ったのもゴルフ。初めてコンペで同じ組でした。そう、レナオが初ラウンドの時に、うん、私一緒に今初めましてで、うんうん、でした。アブ、アブっぽい。あ、ちょっと。どんまい、どんまい。大丈夫、まだこんな出てる。まだ結構ありますよね。まだ結構ある、187。うん、はい。お、ナイスショー。いい。大丈夫でした。バッチリ。いいよ、いいよ。そう、ナイス。そう、やりますか。あ、やばい、やっちゃった。大丈夫、近づいた。あ、トップしちゃった。あ、やばいかも。あ、トップしてあっちに行ってしまいました。やっちゃったね。乗った。結果笑い。うん。ちょっと前。あ、弱い。弱かったね。大叩きスタート。で、ゴッドデパートしまして、たぶん。デパートした？はい。珍しい。かわいい。次から頑張ろう。次から頑張ろう。はい。行ってる行ってる行ってる。
てる、ナイス。ナイス、まっすぐ、進んだ、結構進んだからいい。今5週連続の3個目。3個目か、はい、昨日も軽井沢でゴルフ合宿一緒に行ってて、すごい仲いい友達、女4人で行ってきたんですけど、 そこにもそういえばレナオいるってなって毎週だねね。そういうこともしようと思って。カメラの前でやってるでしょ。うん、違う。あ、やばい。あ、お、まあまあ。ちょっと左だけど、まあ、オッケー。うまかった。すごい。1ホール目を。ナイス。私もボギーで。あ、一緒。10 1ホール目を。取り戻さないとね。ね、じゃあこんな2ホール終わりましたが、今日の目標いくつぐらいでいきますかね。今日は110を切りたいです。あ、じゃあレナちゃん110ね。はい。アズちゃんは。私は100切りしたいです。100切り。はい。いいですね。10があるからね。そうなんですよ、少しずつねって言おうとしてたんですけど、やっちまったと思って、しょっぱなやったね。もう一回最初から回りたい。わかる、なかったことにしたいね。バンカー癖がついた、ね、入る日とことん入るから。昨日めっちゃ入ってたよね。昨日17ホール入った。そうなんですよ、めっちゃ入ったよ。あ、ちょっと右だけど、でも大丈夫。まだ大丈夫。うん、気が邪魔だけど、まあ、でも、パー5だから出して、もう、あ、パー5、うん、そうなる。アイアンにするべきだったかもしれない。あ、よかった。狙い通り。狙い通りでした。の自分のスコアって覚えてたりしますか？何普通？125でした。おお、てか上手くない？上手い、上手いよね。練習してから行きました。すごい。週3で目黒ゴルフで。あ、目黒ゴルフ、目黒ゴルフ大好きなゴルフ場ね。二人がよく行くゴルフ場はどこですか？目黒ゴルフによく行きます。目黒ゴルフ、目黒ゴルフはゴルフ場じゃないですよね。目黒ゴルフ所さんも一方的にお見かけしたりしながら練習して。すごい。レナ、はいはい、当たるようになってから行って125、はい、レナちゃんは？私は140ちょいでした。140ちょい、はい、でも全然、うん、優秀。めっちゃ疲れました。めっちゃ疲れた。そうだよね。すいませんって言いながら走って、うん、永遠にカート乗れないよね。え、そう、ずっと走ってました。ね、よいしょ。当たんなかった、よかった。大丈夫。ありがとう。こういう
ことを始めた。本当に嘘を見てない。なんかゴルフにこんなに行ってるのに、うん、なんかそういう、うん、マナーもちゃんとしたいなと思って、うん、めちゃくちゃ音だけしてる。さっき銃叩いてる、あの時は言えないけど、うん、時間あるほど時間ある時はやろうと思います。じゃあ私も見習う。できない、ちゃんとやる。私ももっと上手くなったら全部ちゃんとやりたい。うん、わかるわかる。でも早く回る方が大事だからね。そうだね。叩いてんのにお前やってんじゃねえよってなるよね。そう思われた。ね、あ、方向が違う。でも超えてる。うん、ね、なった。ちょっと遠いとこになりました。お、いい当たりだ。いいよ、ナイス。ちょっとだけこぼれる。いい感じ、こぼれてない。大丈夫。なんか今日珍しいね。すごい叩いたホールで、突然、まあいいや、今日は競技じゃないからって言ったんですよ。一回も競技出たことないのに。お前誰だよみたいな。110代なのに。競技なんて出たことあるっけ？ないよって。ジュニアでも負けるよ、多分。それからね、大丈夫、競技じゃないからっていう、ポジティブな。そう。今日も競技じゃないから大丈夫。大丈夫。今日も競技じゃない。ミスが少ない日は100を切れます。確かに、うん、パターがやっぱまとまってると全然違う。パターなんだね。うん、だ振ってもパターが2パットとかだったら全然、うん、そうだよね。うん、やっぱアプローチパターだね、確実には。そうですね、パターしやすい位置に。今日全然ダメだけどね、ちょっとパターね、はい、ちょっと弱めな感じだもんね、2人オッケー、はい、じゃあちょっとパターを集中して、はい、ね、行きましょう。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。